私、能力は平均値でって言ったよね。は、船による日本のライトノベル。イラストは、赤田悦樹が担当。小説家になろうにて2016年1月14日より、ウェブ版の連載を開始。同サイトにて四半期ランキング第2位となり、同年5月にアーススターノベルより書籍化、刊行が開始される。第14巻以降は、スケックスノベルに移籍して刊行される。 出版元による略称は、脳筋。著者の船は、平均値とも呼んでいる。メディアミックスとして、ネコミント作画によるコミカライズ版と、森高志勇によるスピンオフ4コマ漫画、私、日常は平均値でって言ったよね。が、コミックアーススターにて配信されているほか、2019年10月から12月まで、テレビアニメが放送された。2020年3月時点で、 シリーズ累計発行部数は100万部を突破している。平均よりもできる子であった少女栗原カイリは高校の卒業式が終わった後自転車で転倒した少女を大型車から救い、それと引き換えに死亡する。もう戻らないはずの意識を取り戻すとそこには創造主が立っており、カイリは彼らが管理する世界について説明される。カイリが救った少女は 人類が他の構成系へ行くために必要な技術の基礎理論を作り上げることになる予定であったため、重要人物を死から救ったことに対する創造主からの例として異世界転生の話を持ちかけられる。帰リは生前、周囲に期待の目で見られ続け窮屈な生き方を強いられてきたため、能力を平均値にするように願う。転生先の世界に散布されているナノマシンと その応用技術である魔法について説明を受けた後、帰りはアデルフォンアスカムとして生まれ変わる。アスカム試尺家に生を受けたアデルは前世のことを思い出すこともなく過ごしていたが、10歳の誕生日に激しい頭痛とともに突然記憶を取り戻す。平均値にするようにと願った能力は、創造主の勘違いか思いやりかは不明だが、前生物の平均値ではなく、古流種や神を含む、 全存在の中で、その分野ごとの最低値と最大値の平均であり、一人間としては破格のものだった。アデルは、普通の女の子として生きたい一心で家でお決意し、C ランクハンター、マイルとして力を隠しつつ生活する。恋の向は、突起がない限りテレビアニメ版の声優を示す。物語の主要人物、ハンター養成学校で知り合い、卒業後は、 C ランクパーティーとして活動している。アデルの出身地。アデルが、両種のアスカム料がある。ワンダースリーアデルのエクランド学園時代の女友達三人組。当初は男子にチヤホヤされるアデルが気に食わずやかんで、いたが、アデルのあまりにひどい現状を知って、深く憐れみ、一転して、親しく接するようになる。アデルにとって、前世、現世を合わせて、 人生で初めてできた友人である。アデルがブランデル王国から逃亡した後、3人はアデルがハンターとして生活していると考え、彼女と再会するためにパーティーを組み、D ランクハンター、ワンダースリーを結成して、ハンターとして活動するようになる。エクランド学園マルセラ、モーニカ、オリアーナについては、ワンダースリーを参照。王宮アデルがブランデル王国を去った後にいた国。 ハンター登録もこの国で行った。赤き誓いが出会ったハンター養成学校がある。貴族盗賊に襲われていた幼いレーナを助けた男4人のパーティー。父親を失ったレーナをパーティーに誘い、行動を共にする。その後、悪質な商人にレーナを盗賊に引き渡されそうになり、抵抗した末にレーナを残し全滅した。世界最強の魔物で。 ヘルモルト近郊の森の支配者。2019年10月から12月まで ATX 他にて放送された。マイル役の脇安美、イナ役の徳谷大空、イビス役の内村文子、ポーリン役の田沢雅美の4名による、ウェブラジオ、私たち、ラジオは平均値でって言ったよね。が、2019年10月10日より、夫泉にて、毎月第2。 第4木曜日に配信。以下の出展は、アーススターエンターテイメント、または、スクウェアエニックス内のページ。書始情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。